およそ4年に一度開催される国際アビリンピック。身体障害や精神・知的障害のある方々が自らの技能を競う国際大会です。今回、日本からは全国大会で優秀な成績を収めた31名が参加し、合計13個のメダルを獲得。2人の金メダリストが誕生しました。世界の舞台の中で日の丸を背負って大変な重圧と緊張の中で見事に栄冠を獲得をされました。その栄誉を心から称えたいというふうに思います。2月24日野田総理はその金メダリスト2人に対して障害者職業技能表彰を授与しました。あなたは第8回国際アビリンピックデータベース基礎種目において最も優秀な成績を収められましたので、これを称します。表彰1人目はデータベース基礎種目で優勝した木戸照弘さん。膨大なデータの入力修正を行う競技、スピードと正確性などが審査のポイントです。私は小さい頃からパソコンが大好きで、練習を重ねた結果、金賞を受賞することができました。今の私があるには、本教区ご指導をくださった山口総合支援学校の先生方、関係機関の方々のおかげだと思っております。そして2人目、賞状技師制作種目、馬場誠義様。馬場さんの出場した技師製作種目は、太もも部分の義足ソケットを課題通りに製作する競技。安全性や精度の高さなどを競いました。障害者技能大会を通して、障害者の技能を皆様方に知っていただき、障害者一人一人が就職し、社会人として、活動の場を得ていけるよう思っています。この栄誉は単にお二人だけのものではないと思います。障害の有無にかかわらず技能の道を極めたいと思っている皆さんにとって、本当に夢と希望を与えるものだと思います。さらに研鑽を積まれまして、さらなる技能の高みを目指していただきたいというふうに